ひなたまりのです。私は中学生の頃のとあるトラウマから異性と話すことが怖くなってしまい、おとなしく暗い性格になってしまいました。幼い頃からアイドルが大好きで、アイドルはたくさんの幸せや出会いを与えてくれました。同性のアイドルに憧れて美意識が上がったり、同じアイドルファンの友人とも出会うことができて、徐々に性格も明るくなりました。アイドルを好きになったおかげで、私の人生は大きく変わりました。このままアイドルを応援しながら普通に働いて、普通の生活をして、普通の幸せを感じられたらそれでいいと思っていました。しかしコロナ禍になり、握手会やライブの開催がなくなってしまい、頻繁に会っていた推しメンや友人とも会えなくなった時、私にとっての生きがいがなくなってしまいました。夢も目標もなく、ただ淡々と働くだけの普通の日々に嫌気がさして、生きている心地がしないことに気がつきました。心のどこかにしまっていた夢をこのまま叶えずにいたら絶対に後悔してしまうと思いました。そんなタイミングで私はライブ配信を始めてみました。こんな私にも好きだと伝えてくれたり、応援してくれる人ができて、少しずつ失った自信を取り戻すことができました。ライバーとして1年活動を続けた頃にゼロプロと出会いました。画面の中だけでなく、もっとリアルな世界で私も誰かの人生を幸せにしたい、誰かの生きがいになれるような存在になりたい、そんな気持ちで踏み出せずにいた一歩を踏み出して、ずっと夢見たアイドルの世界に踏み込みました。こうしてまたアイドルを好きになったおかげで人生が変わりました。大好きなアイドルが私の人生の光となって照らしてくれたから、私は日向になれました。だから今度はどんな時もあなたがまっすぐ歩けるように、あなたが辛い時も私の存在があなたを温かく包み込めるように、そんな日向になれますように。私のことをいつまでも照らす太陽であり続けてほしいです。